こんにちは、ひろひろです。今日はこんな感じのポシェットを作ってみました。スマホやティッシュがすっぽり入る大きさで作りました。21センチ ×16 センチの型紙と18センチ ×12 センチの型紙を用意します。この型紙を半分に折って分度器を使って角に丸みを作ります。表生地にデニムを使います。デニムはセリアにも売ってますし、ダイソーにも売ってます。生地はダイソーで買った歯切れを使います。表生地が2枚と内生地を2枚ずつ用意してください。 ×12cm のポケットになる生地を2枚用意します。中表に合わせてこの周りを1周縫います。はい、こんな感じで一周縫ってきました。はい、この生地をそれぞれ中表に合わせてここを一周縫います。はい、今それぞれここを縫ってきました。内生地にはここに返し口を開けてください。まちをつけていきます。角をこんな感じで三角に折って定規を当てて3センチのまちで3センチのまちを4箇所つけていきます。はい、こんな感じでまちをつけてきました。ダイソーで買ったアクリル紐ですね、2センチ幅のアクリル紐を125センチに切ります。はい、この蓋になる部分の生地をひっくり返していきます。はい、こんな感じでひっくり返したらこの生地をこの中に入れてください。こんな感じで入れたらここを仮止めしてください。はい、今こんな感じで仮止めしてます。はい、でこの中に紐を入れていきます。紐がねじったりしないように気をつけて入れてください。はい、この生地のちょうど境目のところに合わせて洗濯バサミで留めてください。反対側も同じように留めてください。でここにこの返し口を開けた内生地をひっくり返してこの中に入れていきます。この境目のところを合わせて留めます。反対側もこの境目のところをここに合わせて留めます。こんな感じで中に入れたらこの周りを一周ぐるっと縫っていきます。はい、この周りを一周ぐるっと縫ってきました。でここの返し口から返していきます。はい、返し口は少し内側に折り込んでここを閉じてください。はい、返し口を閉じてきました。これを中に入れていきます。この周りを一周押さえのミシンをかけていきます。はい、内側からかけていくと縫いやすいと思います。こんな感じで押さえのミシンをかけてきました。これで完成なんですけど、この蓋の部分がちょっとふかふかするのでスナップボタンを留めるか、これセリアで買ってきたんですけどアイロンで接着するタイプのマジックテープをつけていきます。はい、今2センチにカットしてきました。はい、これを2つに折って生地の中心ですね、中心を折ってここに印をつけていきます。だいたいこの辺につけていきたいと思います。でこれをこんな感じで蓋してこの辺なのでこの辺に印をつけます。いきます。ここにマジックテープを置いて当て布をしてアイロンで押さえます。はい、こんな感じでマジックテープがつきました。